私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。エリオン、君が半物質、わからない。了解。ごめん、でも だってエリオの脚本にないものはどうだっていいもの。タイミングが悪かったようね。一瞬よ。痛くないの？半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい時はやがてお別れの時間よ。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カッカ。もういいじゃない。で、さっきの座標は適当に決めた。こだわりはない。全然気にしてないわ。ただ何回見ても現実データさっきから何ヘルタのおもちゃ。例えばこの銃はそれのどこ自分の点数がそう左の扉性格はそこにある。それが性この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーが落ち着いて。バトル体験を改善しないと。このスピードで遅すぎる。止まって、前に何かいる。どうやら。でも残念なこと、タイミングが悪かったよね。こんなすぐ餌にかかるなんてね。痛くないわ。お別れの時間よ。呼吸する。誰もいない。訪問ログを見聞いたことないな。性格はどこ。エリオの脚本に私たちはこの宇宙ステ奇物で奇必要な手が部屋にある玉。わかったわ。君のパフォーマンス宇宙ステあったと。あら、ここはこうやって探してても効率がで感謝。
シンプルだけど。これは気分ヘルト簡単。通ってみます。へえ、さすが天才クラブのメンバー。独立したボ鳥だ。もちろん。さすがね。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていた。彼女に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの、彼女。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。私のこと、あなたは自分が思ってるほど重要な人じゃないのかも。聞いて、でも聞いて。旅の終わりにこれがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入った。次の場所、錦織の。もういいでしょ、脚本。分かってるわ銀狼。もう少し、もう時間みたい。選択の機会があるときに自分が後悔するよ。このこんな心拍。え？ま、待って、起きたよ。大丈夫？これは相当まずいね。よろしく頼む。俺はタンコ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、主制御部分に戻っ、請求列車も近く。お前は美月と一緒、防衛課のアーランと。そっか。そうだ、レギオンはうちただのアドバイスだよ。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。あ、反物質レギオン。即戦即決で行こう。うちにでほら始めようか。やっ、おお、人って見た目によらないんだ。後で真ん中。あれ、もう行こう。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。
ね。逃がさない。うちの出番。始めようか。くらえ。殴ったね。いや、それは俺でも無。あ、なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路をと、アーランは監視。見つけたんだね。防衛可能性。じゃあ、彼と合流。どけ、騒ぎを起こしたくは。うちってば、ほら。ルールは破るためにある。足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは。そうだよ。ああ、ただの偶然だ。なんで半分。俺にもお嬢様、アスター所長。自分を責めるな。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だから避難完了後、レギオンにアスターお嬢様から俺を探すよう依頼さ。確か見つけ、どこにしまったか忘れ。おい、あった。あった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。行くぞ。待て、すまったから。貴様ら、俺はそのし、そうだよ、半分室気のつ。ありがとう。半物質レギオンの侵入の目的に心当たりはあるか、アラン。ミス・ヘルダの収集品が目当てだろう。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。ねえ、いや、これら公園。これで万全だ。もうエレベーターに着いたの？あんまり敵に。真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。下手に動くと。うちがいるんだから負けないよ。
逃がさない。痛くも痒くもない。殴ったね。うちのデビア。やっ。ルールは破るためにある。やっ。生死虚実。一年同天元気。超無意企画。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし結果オーライね。美月ちゃん、姫子、早く来てもいい？大丈夫？アーラン、大した怪我じゃない。はじめまして。つまりここまで来る間、あんたちゃんとチームにいると。お前たちだけでやる。行くわよ。放射レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持し、予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。アスター社長、はあ、災害発生時でもあなたたち。今の宇宙ステーション、今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害、潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。私たちがスタッフ何回も目を思った通りね。それはとても助かるわ。スタッフのケアはお願いね。もしこのそ、バーを下げて。ありがとう。先に渡した内容がお準備はでかん。助かっエイブラハ宇宙ステーション。もう行く。いや見て、私はなん元気をと。通信が切れた。戻るのか、この宇宙ステーション。でも終末銃はレギオンには。だからこそ。ん、なるほど。彼女は突破口。ここはメンテナンス。幼児ちゃん、俺たちの行動は。ええ、今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の、まずはここを離れ、
これで万全だ。いや、始めようか。逃がさないわ。さあ、全部あんたのため。もちろん誰でも構わないわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。出口は、見えてきた。やったね。列車はまだ来ていないな。きっと近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って。待て、見つけ。終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。ないのね、人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。生死虚実、一年の間、同点元気、超無一角。即決で行く。ちゃんと直さないと。はっ、たっ、ここ。まだ分かってないのね、人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。
始めようか。やっ、戦闘は成功なぐっ、せいはっ、せいはっ、生死虚実、一年同天元気、超無一角。もう大丈夫だ。場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。起きたのか。無事で何よりだ。お前のもう少し休む。それと。目が覚めたのに、そろそろ私が離れてまだ数ヶ月でしょ。ねこの人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号80。なんで天才クラブ、笑いたければ今の性格。ふーん、じゃしっか、ふん、どこの常に。そうね、別に。あなた彼女。それは私この子あまり今は分かったか。いや、その、はあ、列車といつでも悪くない。ん、列車に。そうは私決まったら。無駄バイオン。アイオンはどう。何天才く、私はそれを。ダメ、早速体験。これで万全だ。殴ったね。ルールは破るためにある。
これで万全だ。やっ、うちのとっておきを食らえ。同点元気超無一角はっ、いや、はっ、あ、やった、ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。これで万全だ。対処法を考えよう。どう？考えなら。乗車し、俺はパム。もう来たのか？列車の安心しろ。電子機器。何か用か？そうか、かつてだからあの端末が。鍵がかかる部屋のある。各乗客遅いぞ。どうせ車掌か。よし、これから